はい、皆さんこんにちは。たやきモデルスでございます。今回はね、ザブングル、前回までだいぶできましたのでね、細かいところを仕上げていこうかなと思います。まあここら辺削ったりね、まあ乾いていたと思いますので、ここら辺パーツつけたりとか、まあいろいろねちょこちょこっとやっていこうかなと。で、一番しないといけないところはこの丸いところをなくすやつですね。ザブングルにこの丸いやつがないと、ね、いう話をね、誰かもしてましたんでね。やっていこうかなと思います。まあちょっとね、削ったりする感じなんでね、まあ作業風景はね、オミットして、まあある程度作業終了までスキップいたします。ある程度削ってね、埋めてみました。埋めてここら辺ね、まあバランス取れたんではないかなと。あとはね、まあここにちょっとモールドというかね、なんかちょっと脇のというか、こう関節隠すようななんかね、ものがあるような気がするんでね、まあそこら辺をちょっとどうするかなと考えながらバランス見てたんですけどね、こうちょっと顎を引かないでね、顔真正面に向けてこうやって見るとね、わかると思うんですけど、ちょっと首が長いかなと思います。なので、首をね、はい、ここね、オリジンの首のパーツ使っておりますのでね、はい、オリジンの首のパーツそのままね、使ってます。で、まあボールの受けがね、まあちょっとドリルで掘いたりとかね、穴開けたりとかいろいろこちら側ね、しましたので、顔側ね、ちょっとここ持っておりますけどもね、ここのね隙間分、まあ短くすればいいのかなとちょっと思ったんですけど、それだとねここちょうど1ミリなんですね。なので、まあ半分の 0.5 ミリちょっとね、縮めてみようかなということで、やっていきます。はい、まあ、オリジンのここのね、本当にこう首のオリジンガンダムの首の後ろね、隙間空いてるのちょっとおかしいなって思われてる方はね、ここにプラ板、まあこれ1ミリプラ板なんですけどね、1ミリプラ板入れるとちょうどぐらいなんでね、はい、入れてちょっと隙間をねパテなんかで埋めたらちょうどいいと思いますのでね、気になる方は穴埋め、はい、今回は短くしていきますということでね、豚いっていきます。少しずつね切って、飛び出してるとこをね、はい、平らにして、まあ、プラ板貼っていくだけでございますね。こんな感じ。はい、あとはヤスリでね、やりましょうかね。はい、こちらもね豚いっていきます。はい、面きれいにしてからね、接着していきましょうかね。はい、削りましたね。ウリが横で、ツイッター一生懸命やってますので、パリン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 うるさいですけどね、はい、すいません、ウリです。はい、接着してる間にね、迎えに来いっていうね、迎えに行ってきましたよということでね、はい、ちょっとピンセットを探しておりますけどね、ないですね。どこに行ったの？いいやつね、タミヤさんのいいやつ、いつもね、まああれもいいやつなんですけどね、こんな感じ。ピンボケして見えないかな。あ、こんな感じ、短くしました。 0.5 ミリのプラ板挟んでね、長さ調節しております。これで一回くっつけてみて、バランスがおかしければまたねやり直しということで、まあ改造何回やり直してね、いいですね。はい、もうちょうどいいね、目測で。もう改造もね、何十年もやってますとだいたい目測でね、分かるようになってきますんで、ね、これでちょうどいい感じになったんではないかなと思います。かっこいいですね。バランス取れると急にかっこよくなるね。はい、で、まあやりましたところね、ここまあなんかね、元キットがねすごいこう分かれて隙間が空いておりましたよね。プラガムで埋めて、ここら辺もね削ったところプラガムで埋めて、ここら辺もですね隙間空いてるところプラガムで埋めて、乾かし中でございますね。ここからちょっと進める、また乾かさないとね
いけませんので、その間にねこの脇の下のよ、はい、ここですね、ここの処理とここにねあのなんか棒みたいなのピーって入ってるんですけども、はい、こちらの方にちょっと写真入れておきます。はい、写真、まあ、絵を入れておきます。こんな感じでねあのパイプ入れてた方がかっこいいかなと思います。まあこれはねなんかここの軸までね、まあ、軸までつながってるんですけど、まあそれはちょっとあれかなということでね、まあまああのパイプだけねこうなんか入れて処理した方がかっこいいのかなと思います。でここの隙間、ここ段差ですね、段差ちょこっとだけね作ろうかなと思っております。あ、そしてね、腕がこう横にこう上がりにくいんじゃないかとご心配のね、ニキネキたちもおられると思うんですけどね、これはあのもともとオリジンガンダムの関節機構をね、やっておりますので、こんな感じで、はい、こうここ自体がこうせり上がって上に行きますのでね、はい、でポリキャップも少しね、前に出たりしていますので、こんな感じで上がりますのでね、はい、まあまあここからまたいじるってなるとね、はい、ちょっと時間かかりますので次回以降になるかなとは思うんですが、はい、ピンセットの話しましょうか。ピンセットもね、あの先ほどねちょっと D ラボの方の動画をちょっとチェックし直してて、はい、あの初期の頃ね、うん、あの接着剤の話をしてたやつ、はい、本ね、初期といってもまだ今月で1ヶ月経ってませんね、はい、あの動画が今もう20本ぐらい、そうはい、出てると思うんですけどね、初期の方の動画で、ね、やった金属に対する話ね、はい、うん、このなぜタミヤさんのこのピンセットとかね、うん、もしくはまあ有名一流企業の工作室で使うようなピンセットなんですね、タイヤいつも使ってるやつね、うん、先がちょっと尖ってる、どこ行ったんでしょうねどこでしょうねなくなりましたね、あら、とにかく決めました、ありましたね、はい、これね、キメラって貼ってますけど、これ大気のメーカーのシール勝手に貼ってたけどねでもここに KF I T、 よくわかんないですよね、まあ、メイドインジャパンとね部品が打たれております、はい、詳しい方は多分分かってると思うんですけどね、あのこれもね一応すごくいいやつ で先はね少し帯域が加工してね、あのちょっとコンコルドみたいな、コンドルみたいな、こうちょっとこう曲げて両方、そうすることによってね左右の差がこう出て、うん、物を掴むときなぜシールね、はい、この向きで貼ってるかね、この向きで持ちなさいよとね、はい、で、こちらの方ね、こう持った時にちょっと剥がれてるでしょう、うん、ね、剥がれてる方をこう持つとあのこうなってますよね、こうすくいやすいという感じでね、あのやってます、うん、でなぜ曲がったままでこうギュッと握ってもね保持力が出るかっていうのはこの金属がすごくね考えられて焼きとか、うん、焼きまましとかされてる、うん、でね、あのいい道具というのはなぜいいかっていうとコストがかかってるからいい道具、うん、お高い道具、うん、で、このタミヤさんのデザインナイフちょっといくらか忘れましたけど1000円ぐらいかな、うん、ちょっと忘れましたけどもね、デザインナイフのタミヤさんです、これオルファのものです、はい、企業的に考えると、うん、タミヤさんがオルファに頼んでタミヤってここに入れてもらってるのか、タミヤがこの元を作ってもらってタミヤが入れてるのかよく知らないですけど、うん、まあ、もちろん元は作ってるのはタミヤじゃないです、はい、OEM って言うんですよね、うん、それで作ると、うん、企業が1個間に入ってますので、うん、高くなります、うんうん、当たり前ですよね、はい、で、それが結局企業とか何も入ってなくても高くて売ってるやつもたまにあります、うん、それは利益ボッてるだけですでそういうところのメーカーってね、うん、あの10年20年は持つかもしれませんけども、うん、
まあ半世紀多分持たないと思います。っていうのは半世紀経つとね、半世紀で50年経つとね、人が入れ替わります、はい、会社の中のね、うんうん、そうなった時にコネが続くか、無理やりやってたやつが続くかっていうとね、続かなくなっちゃいますのでね、まあ物選びね、道具選びはまあコストのかかってるもの、こういうね、こういうね、これもすごい分厚いでしょ、ね、音聞いてもらったらキン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 って言うでしょ、これあの日本刀とか打つ時もキンキンになるでしょ、これ多分熱してパンまでパンってたらキンキンってなるレベルの金属なんですよ、そういうね原材料とかもねちょっと見ながらあの道具選びされた方がいいかなとはちょっと思います、うん、まああの体液が使ってる道具は体液が使って使い心地がいい、ね、もしくは長く使えそうな道具っていうのを選んでおります、うん、なんでそういうのをねちょっと見た方がいいかな、うん、はいと思います、はい、ちょっとねウリが来たんで、ね、まあザブングルもこれ以上改造できませんのでけどねっていうのはここね、ここの脇から下のね、はい、やつちょっとね材料買いに行かないとね、プラモデル屋さんにね、はい、言わないといけませんので、うん、はい、これ以上進めませんので、ね、ちょっと説明なんかしてみようかな、はい、そして、大気はいつもね、もう四半世紀以上模型店を営んでる、うん、大焼きの感想、はい、正直10年持たないと思います、そういうメーカー、うん、あの無理やりな、なんかね、うん、値段を取ってるところ、うんうんうん、なんでその気に入って使われてる方は気にね、あの、うん、あれでしょうけど、まあ違うものもちょっと買ってみてね、うん、使い心地なんか比べたらどうかな、うんうん、と思います、はい、そしてまあ、この横から見た時にね、100均とかで買うと多分ここら辺がすっごい安っぽいと思うんですよ、ここの角が出てなかったりね、これ角むちゃむちゃ出てるでしょ、うん、そういうのをその物の見方っていうのをねやると、角のラインがピシッと出てるもの、うん、選ばれた方がいいと思います。それで、なぜこのプラモデル系の動画でそれを言うかと言いますと、はい、角がピシッと出てるプラモデルがいいプラモデルです、うん、完成品としてね、うんうん、あの元のランナーとかじゃなくてね、はい、で角が出てるのはいい商品ですって言ってるたい焼きのこの削ったここ丸くなってるんです、うん、わざとこう丸く削ってます、これすごい技術なんですよ、うん、だって削ってるね、なぜ削ってるかっていうと、はい、まあ、昔のアニメーションで、デザイン書かれてるのでもう四角なんですね、ここがね四角だとちょっとどうだろう、うん、あの浮いて見えてしまうで、バンダイさんのね、金型を、はい、設計される方がテレビで、うん、全国放送、うん、テレビで取材を受けた時に言ってたのが、はい、まっすぐにするのは簡単なんですと、うん、それを違和感のないように R をつけて、うん、まね、丸くして違和感ないようにすると、うん、それがすごくかっこよく見えますと、ま、うん、っすぐの箱になるともう箱にしか見えないので、うんうん、少し R をつけてますという話をしてましたので、面を出すね、ここら辺は面ビシッと出た方がかっこいいな、もしくはここら辺はちょっと R の方がいいだろうとか、ここも R、 横 R、 上もちょっとだけ R かつけてるんですね、これね、なので違和感が減ってるんですね、うん、だからそういう風にしてまっすぐが全部いいだろう、ま、うん、っすぐにしちゃうと、まあ、違和感しかなくなるというのをね、うん、バンダイの金型作る方が言われてました、うん、でたい焼きももちろん同意見でございますので、ね、それをやっております、はい、ということでね、道具は角がバシッと出たものね、でお客さんが怪我しないようにちゃんと C 面取ってるでしょ、うん、でプラモデルは違和感が出ないように R をつけるところ、そしてまっすぐなところを分けて作る、これが、うん、コツでございます、
コツでございます。大きな声で言ってるのはわけわかんない人は D ラボ模型研究所のね、そのビギナーズなんとかみたいな感じの本のね、はい、本の紹介してるやつありますので、はい、そちら見ていただければと思います、はい、それではこの動画面白いと思いましたら、はい、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、はい、よろしければね、もう2つチャンネルやっております、はい、D ラボ模型研究所ということでね、はい、今お話しさせてもらってるウリ、はい、ね、きなこの動画どこ行ったのみたいな感じで最近全くやっておりませんけどねウサギを飼ってるねウリが、はい、アシスタントとして D ラボ模型研究所を手伝っていただきますよね、はい、手伝ってるっていうか大概手伝ってるんですけどね、はい、そしてもう一つ本職のラジコンやっております、たい焼き食べたい RC ラジコン動画やっておりますので、ぜひそちらも見て楽しんでいただければなと思います、はい、それではさよなら、さよなら。